どうも、皆さんこんにちは。プロトレーダーの翔太です。えっ、ー、と、こちらのメッセージはですね、僕の LINE アットの方でお送りしたメッセージになるんですけど、えー、今日の深夜2時ぐらいですね、えー、お送りしたメッセージになります。で、内容としてはですね、えー、僕のトレ,ードそ、えー、トレード速報ですね。はい、僕のトレード速報をお伝えした形のメッセージなんですが、 えと、まあ、とりあえず内容を読み上げますね。えー、ドル円にて108.838円で買いエントリーして109.750円で利益確定しました。で、買いエントリーポイントと利益確定ポイントは緑色の丸で囲んでますと書いて、えー、書いているんですけど、これどういうことかというと、まあ、このメッセージと、えー、同時にですね、2つの画像もお送りしてまして、それが まずこちらですね。えー、まず、ドル円の15分足チャートの画像。そして、ドル円の1時間足チャートの画像。この2つもお送りしてるんですけど、あ、お送りしてるんですけど、お送りしたんですけど、えっ、ー、と、まず、え、いエントリーポイントなんですけども、まあ、108.838円。で、具体的に場所はどこかというと、えー、この緑の 丸で囲んでいる、この要線ですね。ここの要線。この要線が確定する直前で、えー、買いエントリーして、そして利益確定したのが、まあこの緑の丸で囲んであるこの要線なんですけど、これ1時間足チャートだとちょっと解説しづらいんで、15分足で解説します。で、えー、ここなんですけども、利益確定ポイント。 えー、この要線ありますね。ここの要線が、えー、確定する直前で、えー、利益を確定したって感じです。だから、まあ、108.838円から109.750円まで、えー、利益を、えー、獲得しましたよという、えー、そういう、えー、トレード速報を、えー、僕の LINE アットの方に深夜2時頃ですね、えー、ちょっとお送りさせていただいたんですけども でちょっと先ほどのメッセージ移りたいと思うんですけども。で、えっ、ー、と、まあ、それぞれですね、あのー、まあ、会エントリーのですね、会エントリーの主な根拠としては、まあ、ほにゃららほにゃららという感じで、えー、まあ、モザイクで今隠してるんですけど、えー、これはですね、あの僕の LINE アットの友達登録者にだけですね、えー、ちょっとこの根拠とかはですね、 ちょっと公開している感じになります。うん。えー、でそして、えー、利益確定の主な根拠としては、まあ、これもほにゃららほにゃららほにゃららということで、まああの、モザイクでこのように隠している感じですね。えーまあ、これもあの僕の LINE アットの友達登録者にだけ公開している、えー、内容になります。 はい。というわけで、あのー、まあ、もしですね、あの、今回の、まあ、僕のトレード速報ですね、えー、ドル円で108.838円で買いエントリーして、109.750円で利益確定した、その、えー、主な根拠や、えー、手法などをですね、あの、知りたいという方はですね、あの、僕のラインアットの、えー、方にですねあの、メッセージをいただけたらと思います。<laughs> あのー、まあ、 この今回の、まあ、ドル円にて108.838円で買いエントリーして109.750円で利益確定したその、えーえー、主な根拠や、えー、手法について教えてくださいとメッセージをいただけたら、えー、教えいたしますんでよかったら、えー、僕の LINE アットですね友達登録してそしてメッセージいただけたらと思いますえー、まあ、えー、そしてですねあの、まあ、僕のトレード手法の すべ、えー、てはですね、あの、まあ、僕の教材の焦多式12.6セットの中で、しっかりと詳しくすべ、えー、て、えー、解説しておりますんで、まあ、この焦多式12.6セットに興味があるっていう方も、まあ、僕の LINE アットの方にメッセージいただけたらと思います。まあ、しっかりね、僕のトレード手法のすべてを、えー、まあ、マスターしたいという方はですね、えー、すごくうってつけの教材になります。 というわけで、あの、僕の LINE アットの、えー、リンクはですね、えー、この動画下の説明欄に載っけておりますから、そちらから、えー、ぜひですね、えー、友達登録していただき、そして、えー、メッセージをいただけたらと思います。はい。えーまあ、今の現在時刻はですね、まあ、22時40分という感じで、あと少しで1月20日ですね。はい でも最近僕はですね、ちょっとまあ、プリズムブレイクの、まあ、見過ぎでですね。あのー、まあなんだろうな。ちょっと、腰が痛いというかですね。まあソファーでくつろぎながらプリズムブレイクずっと見てるんですが、あのー、まあずーっと座ってるもんですからね。ちょっと腰が最近痛いですね。で、やっとですね、あのーシーズン5まで来ました。はい。 で、まああともうちょっとですね。あの、プリズンブレイク全部、えー、見終わるまで。今ね、シーズン5のエピソード、エピソード5だったかなうん。エピソード5ぐらいまでやっときたんで、まあなんていうんですかね。本当に壮大なドラマというかですね。あのー、まあマイケル生きてたんだな、みたいなね、うん。今、今思うのはもうただそれだけですね。 マイケル生きてたんだな、みたいな。うん。マジか、みたいな感じでね。まあ、僕は、あのー、まあ、以前の動画講座でもちょっと話したことあるんですけど、まあ、あの、プリズンブレイク、これで2回目なんですよね。見るのがね。まあ、シーズン5に関しては今回初めてなんですけど、あの、シーズン4までは、えー、まあ、何年か前にもう見てるんですよね。うん。で、まあ、そのシーズン4でね、まあ、 マイケルお亡くなりになるじゃないですか。うん。で、でああ、プリズンブレイク終わったなと誰もが思っていたのに、まさかのそのシーズン5で生きていることが判明というかですね。まあこれはあのー、なんだろうな、昔からのプリズンブレイクファンとしてはですね、もう驚愕の事実というかですね。うん。で、あと、ものすごく驚いたのが、そのシーズン5で、あのー、そのシーズン4から、 あのー、なんだろうな。えー、比べる、比べるとというか、なんていうのかな。そのシーズン4からシーズン5に至るまで、あのー、まあ、約9年間ぐらい経ってるんですよね。年月がね。うん。だからその9年経ってるんで、その、あのー、まあ、役者の方々がですね、まあ、若干年老いているというか、まあ、その特にその、えー、まあ、マイケルの兄貴の、 その、リンカン・バローズですね。リンカン・バローズと、あと、ティーバックですね。この二人はですね、あの、結構年取っちゃったな、という感じで、ちょっとショックを受けましたね、僕はね。ちょっとあの、法令戦が目立つというかですね、もうほんとおじいちゃんみたいになってたんで、正直。あの、ちょっと、あのー、何て言うんですかね、ショックが隠しきれないというか、まあ、やっぱりその、 なんだろうな、人間、誰しもやっぱ年齢には勝てないというか、うん。まあ、それを思い知らされましたね。まあ、ただ、あの、あの、主人公ですね。まあ、マイケルはそんなになんだ、変わってなくて、あと、まあ、サラもですね。サラもそんな変わってなかったですね。うん。9年経ってるのに、あの、そんな変わってなかったんで、それもそれでビビりましたね。まあ、9年経つと、ね、 まあちょっとぐらい変わるか、えー、変わるだろうって思、えー、思ってはいたんですけども、それがそんなに変わってなかったと。だからまあ、努力してるんでしょうね。うん。だからね、その変わってしまった人と、うん、すごくと年取っちゃった人と、あの見た目がね、見た目がすごく老けてしまった人と、全然変わってない人のその差が激しかったんで、 だから、やっぱりね、あの、まあ、美容と健康はね、やっぱり気をつけなきゃいけないな、というふうにね、改めてそのプリズンブレイクのシーズン5を通して改めて、その、学んだというかですね。まあ、だから僕もちょっとね、その、美容と健康はちょっと気をつけてね、生きていきたいなと思いましたね。うん。でちなみに僕はあの、プリズンブレイクは、あの、スクレがね、一番好きですね。 なんでスクレイが一番好きかというと、あの、やっぱりね、ものすごい友達思いというかね、うん。そのマリクルーズっていうね、あの、恋、恋人のことがね、めちゃめちゃ好きで、それで脱獄することを決意したんですけど、あの、なんか後半はですね、シーズン3あたりからですね、もうその、なんだろう、そのマリクルーズのことはほっといて、あの、まあ、ほっといてというか、まあ、 状況的にそのしか仕方なく、仕方なく、あのー、まあ、マリー・クルーズと、まあ離、離れなきゃいけないような状況になっちゃったんですけどね。うん。まあ、そういう状況になったとしてもですね、その、まあ、マイケルに対してのその友情というかですね、それが半端ないんですよね。うん、その、マイケルに協力するためだったら、その自分のい命、 命をも差し出すぐらいの勢いというか、もうそのシーズン3あたりからもうその思いがどんどん加速していくというかね。だからね、めちゃめちゃ友達思いのやつやなって感じで、だからまあスクレみたいな友達は本当に一人は欲しいですよね。本当にね。うん。まあそれはね、すごい思いましたね。だから僕はあの、プリズンブレイクの中で、スクレが一番好きですね。うん。まあティーバックも一周回って好きなんですけども、まあちょっとね、ティーバックはね、 やっぱりちょっと下水部分が目立ちすぎちゃうんで、あのな、なんだろうな、ちょっと構成仕掛けるんですよね。シーズン4で構成仕掛けるんだけど、まあ、やっぱりね、あの、無理だったみたいですね。あの、やっぱりね、ちょっとこう邪悪な心が芽生えちゃってね。まあ、状況も、状況も状況なんで仕方ないとはいえ、 まあ、ね、構成したらね、あの、いいおじちゃんって感じなんですけどね、あの人ね。あの、ユーモア溢れる話し方と、あと、なんていうんですかね、動物に例えるというかね、うん。すぐ動物に、動物に例えようとするみたいな。なんかそのカナリアちゃんとかね、カナリアちゃんとか言うたり、なんか何かと動物を出してくるんですよね、その会話の中で。そういうの面白かったりはね、するんで、なんか、その、 なんていうんですかね。まあ、ティーバッグの追い立ちと、追い立ちとかも考えると、あの邪悪な、あの、心に染まってしまうのも分からなくはないんですけども、まあ、そういうね、えーな、なんか普通に、まあ、追い立ちとか、もう、あの、なんだろうな。そういう変な育ち方じゃなくて、あの、まっとうに育っていれば、めちゃめちゃいいおじちゃんになってたんじゃないのかなっていうね。 まあ、それはね、すごいね、感じるんですよね、ティーバックからはね。うん。まあ、で、まあ、シーズン5は、ティーバックの、まあ、邪悪さが、なんかちょっとね、若干なくなっている感じがするというか、まあ、まだあの、シーズン5のエピソード5ぐらいなんで、ちょっとまだわかんないんですけど、もしかしたらここから、 すごい、また邪悪、邪悪になっちゃうかもしれないんですけど、なんかね、ちょっとその邪悪さがね、弱まっているような感じがしましたね。やっぱり、あの、まあ、ちゃんとね、出所して、刑務所から、あの、まあ、刑務所でちゃんと勤めて、あの、まあ、何年もかけて、えー、出所してですね、 まあそこに至るまでに、まあ、なんていうんですかね。まあ邪悪な心もどんどんなくなっていったのかもしれないですね。うん。まあわかんないんですけどね。まあそんな感じで、あの、プリズムブレイクを見ているといろいろと思うことがあります。思うことあるし学ぶ、学べることもあるし、感動するし、ハラハラドキドキするしって感じでね。なんかいろんな気持ちにさせられます。はい。うん。 まあ、見たことないという人はね、プリーズンブレイク、よかったら見てみてください。はい。というわけで、えー、今回の動画講座以上になります。よかったら動画の高評価とか、YouTube のチャンネル登録などをしていただけると、今後の活動の励みになります。ありがとうございました。プルートレーラーの翔太でした。失礼いたします。